常年司チャンネル、ニュースの虎側、ガオー、はい、始まりました。今日も寺島さん、お疲れ様です。ありがとうございました。本当にね、いろんなホットな話題が入ってきましたけれども。常年さんね、はまた週末から、宮城県の気仙沼。あ、そうですか。一回ね、お邪魔していろんな話聞いてきましたけど。常年さん、人気?。あ、やった。気仙沼でも。大人気です。あんまり大きい声じゃ言えませんけど。も 聞いててますよって言 <いや S 1> え, <laughs> えそれ、なんで聞いてんのみたいな、えええま、今、そういう状況ではあるんですけど、それにしても、まあ、あと YouTube 見てるって方も多いですから。

ガス支持率は上がっ、ね。上がってきましたね。ね<え>。えー、どういうことですか,ってますか。いや、でも、先ほど常念さん言ってた通り、はい、やっぱりこれは。 あの状況と支持率なるほどまあリンクしてるってことですね。流行り病が減ると支持率上がる逆走感の関係があるってことですかね。まあでも本当にねテレビがね不安を煽りすぎてねでその煽った不安に乗っかって小池さんがパフォーマンスをしようとしたわけじゃないですか。でそのパフォーマンスをしようとした小池を逆手にとってですねガー数が先手を打ってですね「いいよ2週間延長でいいよ」と言っちゃったもんで結局小池さんはいかなかった ったですまあ番組の中でもね申し上げました通りですね桜井よし子先生がですね事前に先週ですね黒岩さんに直接電話して聞いたらしいんですよね「今回どういうことよ」と言ったら「いやもう聞いてくださいひどいんですよ」みたいなのでフジテレビで語ったのとですねほぼ同じ内容を桜井さんに語りましてそれを金曜日の夜のね「言論テレビ」で全部暴露したんですよね桜井さんとあとまあ有本さんね産経新聞の有本さん この二人が暴露して、なるほどと、もうこれ、えー、もう完全にあれですねと、都民不在、はいね、県民不在の政治パフォーマンスをやろうといいさはい なんてこの低俗なやり方なんだろうってあきれますけどねあきれますよねしかも騙してるわけでしょね黒岩さんには森田さんがいいって言ってるよと千葉県の森田知事がいいって言ってるよと森田知事にはいや神奈川の黒岩さんがやろうって言ってるからってそんなね金日成が昔ね毛沢東とスターリンを手玉に取ったかのようなそんなことするんだとねこれこういう形で暴露されたら小池さんの評判ガタ落ちですよねでもこれちゃんと報じないんだろうなどうなんですか フジテレビはこれ、特ダネで出しましたけど、ちょっと批判がね、少し出てますよね、希望の党の時もね、小池さんは、排除しますって言って、あれで一気にしぼんだという、過去があったんですけど、でも、あれですよ、桜井さん言ってましたけど、小池さんはまた希望の党みたいなのってるってるって、やりたいみたいですよ、彼女が狙ってるのは、また総理大臣に。 はい、総理大臣候補にまた電撃的に復帰することらしいんで、<ー>はい、でもう全然あれですよ、あのなんか都知事の地位にね、はい、未練がないというか、うん、なんかあんまちょっと腰掛け的に、そうなんですか？もうん、あの全国知事会をね、三回か四回連続で欠席してるんです。そうなんですか？そう あらまあ、なんか謎でししょ、えー、ょ都民ととてはちょっとねそうなんで知事会欠席するのあんた知事でしょと、えー、いや私は総理候補だからみたいなのかな、えー、といやはい、はい、有本さんが言ってたんですよこれ参系、はい、の有本さんが私は総理候補だからみたいなそういう感覚でね、えー、もし知事やられてるんだとしたら、えー、いやこれ。そう いやですよ東京都民300万票に対する裏切りですよ、これもしそうだったらね、そうだとは言いませんよ、言いませんけど仮にそうなら、じゃあ、なんで小池さん、知事会欠席してんの説明してよって話になりますよね、それで持ってきてね、今回のこのパフォーマンス、だって西村大臣とアポ取ったからって言ったらしいですから、突然電話してきて、今日夜行きましょうよと、急にでしょ、だから急にです、そんなこと急に言われてもって、賢人の知恵ですよ。で、黒岩さんが、ちょっと待って、待って、どういうことと 奈川としてはデータ的にはだってこれいいんだけどなみたいなことですもんね。そんな状況だったのにねそんな勝手に進めてどういうことと言って黒谷さんそこでね森田さんに電話したのがねここがもうすべて嘘がばれるきっかけになったんじゃないかなというふうに思うんですけどただね今回菅さんがね小池の動きを封じたことでねあの時新聞報道はね首相が後手に回ったとかね批判回避だとか言ったんですけどでも結果的には支持率上がったんで結果 結果往来なのかなと思いますね。うんはい、でなんか支持率あれでしょう、48%まで9ポイント上昇と。はい、まあこれ読売新聞の調査なんでね。ええ、まあ少しあの引き目に出てるのかもしれないですけど、まあこれうまくいけば50%超えてきますと思またね、はい。まあでもね国民の関心やっぱりここですから。これが収まってくれば、あ,あよく頑張ってるんだなっていう評価につながるんでしょうからね。ねええ、まあ菅内閣が発足した時もちょうどこれが収まりつつある。 時に発足して、脅威の支持率ね、六十パーセントか七十パーセントぐらいね、言ってましたよね。あの時解散総選挙しっときゃよ。たのにさ。ならればなりますけど。ならばなりますけど。だってこの先あれでしょう、九月にやるとか言ってんでしょまたどうなってるかわかんないですよ。こればっかりはね。で東京オリンピックだってあれでしょ外国からのお客さんは入れないわけ。その方向みたいですね。ですよね。で日本人の観客もそもそも入れられるのかどうか。問題がありますよね。 でワクチン接種もね体制は、ねええ、急ピッチで構築してるんですけど、ええ、まあ物が入ってこないことには打てませんからね、ええ、で今日、国産ワクチンの話題も、ねはい、あの最後ありましたけどあ,た、はい、あれもサルで打って効果があったかもしれないっていう、うん。 論文が、ねまあ、今回あったという論文ですけど、えーはいまあ、でもこっからね人の知見に入ったらこれまた1年やそこら余裕でかかるし、えーえー、まああのスピード審査みたいなのも今あるんですけど、えー、まあ何せね日本はねあの他の G7 諸国に比べて患者数がね 2>、はい、桁2つぐらい少ないので、えー、試験やるっつってもね、えー、そのかかってる人見っけるの結構大変なんですよ。はい、あのかかってる人見っけたでまで、あ、大変じゃないですけど見っけた上でいいですかってこう承認取ってやったりするのは結構大変であれですよ えとファイザーのやつもね、はい、あの治験するのは確か160人でやりましたけどあ、はい、まあ要は外国の治験と、まあ、その160人の合わせ技でね、えー、OK 出たんですけど、えー、まあああいう感じでですねあのもっと大規模なやつをやらなきゃいけないってことになると大変ですよねこれから収束していくとなるとますます密件の大変みたいな感じになるので、はい、まあこれなかなかガースですね、えー、ガースガースってちょっと親しげですけど俺別に友達でもなんないんですけど、えーすえー、いやでもなかなかこれ9月選挙、えー 大変ですよ、まだ不確定要素いっぱいあるよって思うんですけどね、唯一プラスになりそうな要素があるとしたらね株、でですすかかね株株そう大きな株、うんとこしょ、どっこいしょってやりましたよね、朗読でね大きな株ですよ、スタッマーケトビッグ相場があるかもしれません。そうです大相場が えー、あるかもしれないただ、ええ、大相場の前に大調整もあるかもしれない、ええ 今、ちょっと調整局面入ってますよね、ナスダックがね、ふにゃふにゃしてますから、今、アメリカでね、今夜どうなるかみたいなところもあるんですけど、株がですね年後半にかけていいんじゃねえかと、みんな言ってますけど、まあ、そうでしょうね、普通に考えたら、金、こんだけすりまくってるんだから、普通に考えたら景気が良くなるはずなんですが、金、こんだけすりまくっても、金がね、なかなか回っていかない、みんな貯金しちゃう理由っていうのは、将来不安なんで将来不安かというと、財務省が増税するから不安っていうのもあるんですけど、 もっと大きいのはね、まあ、この流行り病がどうなるかということに対してみんな不安を持っていてで変異株の問題とかねいろいろ出てきてるからまた何かちょっとね大きなロックダウンとかあって経済停滞するんじゃないと思ってるのでもうそういうのはもうほとんどねえだろうみたいな状態になればですねこれはね えー、皆さんのうっせきしたこの商品に対するストレスが大爆発するかもしれないというふうに思っていて、はい、で早くもですねちょっと飲食業とかをですね買いあさってるファンドとかもあるらしいんですがですただこれタイミング早す,す,、ね、早すぎたねナウシカですよナウシカ腐ってやがる早すぎたんだみたいなねそう,そういうことかそういうことです、えー、早すぎるかもしれないなということで、えーえー、うんどうなのと。 いうふうに思いますね。まあだからその菅さんもですね、あの、今回まあ、たまたまね、まあたまたまっていうかまあ、いろいろ対策やったから、ね、まあ、流行り病の人数も減って、まあ、支持率回復したんでしょうけど、まあ、果たしてどの対策は効いたのかと、まあ、結局なんかその飲食限定ロックダウンみたいな聞効いたのみたいな、まあ、そういう意見もありますけれども、まあ、このままね、9月までこれでね、ハンマーダンスでずっと引っ張るとして、ちょうど選挙やってる時にね、またあの、次の山が来ちゃうみたいな。 これはね、これ、来ちゃうとまた変なの選ばれちゃうんで困るなみたいな、まあちょっとね、そういうことなんないよね、このね、おはよう寺ちゃんはね、良識ある番組でいきたいなと、もうお願いしますよ、思ってんですけど、どうすか、いやー、もう月曜から金曜日まで、ですね朝5時から7時まで、5時から、コツコツやってますから、5時から7時までやってますから、コツコツと、それなんかちょっと、ガツガツやられちゃってる感じがするんですけど、コツコツ言ってますから、コツコツね、こちゃん活動 もうぜひともお聞きいただければ、ありがたいバントしかやりません。ええ、バントコツコツ内野安打狙います。内野安打、ルイ出なきゃダメなんです。振り逃げでも何でもいい。そうそうそう。そうですよ。出てなんぼですから。強くたくましく生きていく番組。出てなんぼの番組ですんで、よろしくお願いいたします。三月ね下旬からは4時間ワイドと。3からは4時間になりますから。もう俺は殺す気かみたいな感じで。ありがてえ、ありがてえということでね。はい、もう本当に文化放送の看板番組目指していきたいと。はい、一つよろしく。 はい、頑張ります。はい、皆さんどうも最後までご覧いただきましてありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録とですね、いいねボタン、ね、それからコメントね、てらちゃんへの温かいメッセージもね、書いていただけるとね、ありがたいと思います。はい、割と心が折れがちな寺島さんなんで、優しく書いてください。はい、よろしくお願いします。ですよきついのそうよ、きついのはダメだからね、コメントよろしくね。はい、ありがとうございます。ガオー